よし、埋めていく。全然埋めてない。冷たい？冷たいと言ってみる。冷たい冷たい、結構冷たい。入っちゃうんだよ。めっちゃ冷たいよ、みんな。ここはどう、父ちゃん？そこする？あ、逃げた。こっちの方がいいかも。土の上の方が。あ、ここ平べったい方がね。こうやって平べったいところを取ってるか。そしたらこうやっていくね。そう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 。あれが早速おる。おる。では赤ちゃん、あ、大人のアリ、父ちゃん捕まえてやっていい？待てよ、ほら、あのね、多分勝手にね、行列作るけ。仲間を呼んで。そうそうそう。待っとかない。意外とあんまり興味を示さんのか。これは、あ、ゴンセミがカンカンに怒ってる。怒ってる。なんで？え？なんで怒ってる？あれ、早くカンカンさせたいって。カンカンに怒ってる。できる、このソータンに。ちょっとこれ持っとってもらってもいいですか？できるかな、このソータンに。ソータンにできることはない。あ、できてよかった。焦るやつで人わだがしたまるや。わだがしたまに。なかなかこんね。赤ちゃんだけ折れてる。赤ちゃんだけか。ちょっと場所変える？待って、無理やりやっていい？無理やりやったらいけんじゃろう。なんかね、ほっといたら列を作るんだって。まだ見つけてないんかもしれん、アリが。あ、じゃあもうちょっと近づけて。じゃあ変えちゃう。うん。はい。これが望遠鏡。すごい棒を見てるね。で、それがあのテレビで見えるんだって。あのテレビ、いや、マジか。すごいな。食べたい。こんなもんでええかな。うん、いいかもしれん。入れようか。うん。で、野菜もちょっと。うん。なんか初めて来た時もめっちゃ多かったよね、確かね。カレー作ったの？うん。野菜が多すぎたね、確か。人に分けていこう。うん。土地でも見えるかね。多分大丈夫だと思うんだけどな。ダメだったら入れ替えるけ。うん。まだ。おいしそう。ね。おいしいカレーが作れるぞ。さっきぐらいやった方がいいかな。うん。わ。もっと混ぜたかった。いいよ。じゃあ次ゴムちゃんね。これ破壊していく。うん。ゴムちゃんでも。できた。実はこっち側もあるよ。え、でもこっち子供用。でもじゃあ熱いよ。でもじゃあこっち側やりたい。こういうとこでカレー作る久しぶりだ。ねえ、いいね。楽しみ。いい匂い。ねえ。ほんと。まだ溶けてない。よし。ご飯がない。あ、あるか。あるよ。あとグツグツやった方がいいんかな、これ。と思うんだけどね。いつも家だともう一回火入れるけど、手で入れてもいい。汁系ね。そうそうそう。最後に3個3個だけ。お、
あ、結構行列ではなかったけど、あれ見てみる、集まってきた。通りがけに料理しようとおじさんを取った。そういえばカレーでどこで食べるの、私ん、どこでカレー、ここで食べる、まあ、でもいいか。やっぱ椅子とかなかったよね。椅子には持ってきてないけど、ここで座って。あ、新しく住むわ。それだよね。いいんじゃない、みんなでこう。ごまかしとるやれやだね。なんとかごまかせたらって、ごまかしとる。米ちゃん、待っていましたよ。うん、わぁ。美味しく炊けとってるんだけど。美味しそう。ご飯の時は同じならって同じするとさ、腐っちゃうから、ね、それ聞こえとるんやて。これ、あ、熱い、もうちょい熱い、これ置いても大丈夫、全然大丈夫、鉄だけ、鉄なの、そう、そうなの、置かなかった。マインクラフトで結構あるよ、料理ばかりでいつも作って。これじゃあ、もんちゃんついてもらおう。おかわりできるけ、これ、うん、オッケー。ミドルさん、手ついでいいよ。お皿をもうちょっとね、近づけた方がいいかもね。よし、じゃあそんぐらいでいいかな。うん、そこの上に、はい、ちょっと一回上の廊下、そこからこの上に落してしまった。うん、できる、熱っ、はい、母ちゃん、もっとってくれん、これ。いやいや、もっとこぼれた。ああ、いいよいいよ。熱くて。うん。これ持っとって、お皿。あ、お皿ね。熱いて。やけどしそうだった。こんなもんにする？え、間なくす。割り箸とかもないよね。まあ、いいか。ちょっと待って、父ちゃんが怖いな、それ。よし、じゃこれぐらいにしよう。おー、危ねえ。よし、一回ストップね。危ない。よし、あれ、スプーンがねえぞ。え、待て、唐揚げとか、あ、そうだ、唐揚げとか乗っけてなかったよ、みんな。味が悪くない、おいしい。悪くない。カレーも楽でね。うん、うまい。今日やっぱキッチン行ったけど楽だったね。うん、ゴミが全然、どうせ野菜切るの分かってるしな。うん、また皮がめんどくさいよね、野菜は。うん、ゴミがね。うんうん、じゃあもうちょっと時間があったらね、子供らにねやらせてあげたいけど。うんうんうん、かわいい。どうやってどうればいいかわかんない。え、これどうしてね。車中泊用のベッドを下ろしてから冷蔵庫2つ積んでくるのが正解だったね。そしたら氷持ってこれるっけ。うん、今日帰るんかいな。あ、今日帰ります。明日仕事があるんですよ。何時頃帰る？10時か、それぐらいに。これさ、つけみないよ。これ好きだ。え、あれどこにあるんだろう。ちょっとわからん。ずるい。なんちゃのやつずるい。首に巻くやつ。じゃあ大きいやつあるけどやつ。見えんか。
まあ、酔っ払ったけどどうでもいい。子供たちの夢がかかってますよ。ねえ、もんちゃん。ちょっとはな、まだ明るいよね、空が。まあまあ、でも確かに明るすぎるんでしょうね、これは。いやいや、大丈夫です。電気があっても全然これ関係ないんで。モニター映させてもらっていいですか。急になんか、あれなのが流れたりしないですよね。よくわからんよ。過激なやつが。過激なやつが。これに映るの？これに映るんだってすげえね。うん、これね、あの望遠鏡があるだろう。あの望遠鏡はいくらすると思う？32万円。おー、惜しい。ええとこつくの。ええとこつくの。あ、分かった。1000万円ね。火星か。火星今どこよ。お、すげえ。火星まだ上がってきてない。あ、火星は今ないんじゃないか。え、これって本物？これ、あ、いやいやいや、これはね、今ね、この空に向けたらこの星がここにあるよっていうのを、ね、教えてくれるんよ。え、本当は名前なん？本当なんぼ、本当は名前でしたっけ。38万5千円税込み。え、でも次32万円って言ってたくせに。惜しかったね。嘘ついたの。送料がそのプラス6000なんぼやったの。40万ぐらいってことですか。40万ぐらい。で、このモニターとか買ってってことですよ、ね、そう、じゃけ結局まあ40万超えてるよね。めっちゃお金持ちやねえ。私は、1000円しか持ってない。お願いしたらおやつとか買ってくれるかもしれない。でも、何のそれ意味のわからんから。望遠鏡買ってないのになってすげえ意味のわからんこと言ったの今。言い方せいでなくなってる。それは間違ってない。間違ってない。私そのことわからん。まあ、望遠鏡買ったおかげですっからかんだけどね。でも、あれじゃないですか。これはいい楽しみなんじゃないですか。いい楽しみ。ねえ、うん。これも、あの、余裕があったら欲しいですもんね。ああ。まだ明るい煙かな。どういう仕組みになったのか全然わからないですけど。GPS と全部拾って、中にある天体の、要は、星図と全部合わせて。あ、なるほど。うん。ああ、星開いてないな。まだ明るすぎて、星開かんなと思うんですね。うん、星早く見たい。まあまあ。結構綺麗じゃん。でも5000光年先が見れるっていうのはすごいね。あの、この望遠鏡だけですね、見えるのは。たった28倍。これいわゆるイソカンドってやつがとんでもないことになってそうですもんね。そう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 。今停止したね、今。イスカンダルまで見れる。イスカンダル。ヤマト世代。あと、カブトムシ見るんじゃなかったって。あ、そうだ、カブトムシも探さないで。まだでもちょっと早いやろ。危ない危ない、忘れて帰るとこ。ほら、来たで。おー、ほんまや。結構なんか明るいところが、うん、すげえなあ。これ冬もし来れることがあったら、冬の方が多分なあ感動が大きいと思う。バン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 、あの馬頭星雲って人、馬の形してる馬の写真あるけど、見たことない。そんなもん見れるんですか。見れるね。冬の方が見れるよ。あ、俺フィールドアのあのトンネルテント欲しいんですよ、でっかいやつ、うん、6メートルぐらいの、うん、確か2万ぐらいだったんですよ、うん、あれ安いね。ねえ、うん、今そんな長持ちしなくてもいいから、うん、とりあえず何回か使えればいいかなと思って、うん、父ちゃんカブトムシ早く見たい。じゃあカブトムシ一応探しに行こうか。カブト探しに行く。ガチャ見て、ここタバコエリア。ほんまじゃん。タバコエリアがどうする、みんなで行く。いや、虫取り網。虫取り網、そういえば。あ、車の中に。あ、じゃあ車行こう。セミは好きなんだけど、触れるのよ。怖くて。やばい。あ、飛んでいった。この子も飛んでいかん。この子、メス？オスやない、オス。この子、なかんけメスだと思う。あ、飛んだ、飛んだ。樹液があるようなとこじゃないとダメだもんな。ちっちゃい虫がおる。何こいつ。なんだろうね。ここなんか、サナギやな。
この辺の木はどう？折る？まだ下から。いない。おらんね。セミの抜け殻。抜け殻じゃないか、これ。どうじゃね、抜け殻かな。目があるよ、程度。まだ中におるかな。どうだろうね。目がついたっていうこと。出てくるんかもね。うん、これとこれが銀河なんですよ、2つ。9時50分か、9時半になって帰る。そうしよっか、うん、そうか、学校休みか今。そうなんですよ、昨日から夏休みですね。夏休みですね、8月に日で学校行く。登校日登校日じゃない、多分そう思う。わかんない、登校日だと思う。ちょっと時間かかる、これ。こいつ遠い系ね。出たやつ言ってます。これで何光年ぐらいですか。これがですね、4500でしたっけ。出てこんか、今エンハンストやるよって出てこんか。猟犬座って書いてありましたよね。わ、うん、かる。これこれ何。銀河。銀河ってなんだ。銀河って何か。うーん、星がね、いっぱいあるやつ。星の集まって渦巻いたやつ。ブラックホールじゃなくて、まあ銀河の中にはブラックホール何個かあるよね。うん、だいたい銀河の中心はブラックホールがあるから。前にあのブラックホールの写真出たけど、インターステラーみたいな感じだったんですよね、うん、ちゃんと。そうそうそう、ちゃんとあれは計算上でやってなってた ね。あれすげえと思う。すごかったっすね、うん、インターステラーは小持ち銀河だそうです。9割説明できるって言ったのね。ああ、あれがまた見たいな。ちょっと届いて、よかった。父ちゃん、もうちょっと分かれてできんの。もうできんの。これが最大。でもちょっとあれが弱い。青っぽいのが見えるだろう。綺麗、綺麗や、結構綺麗。青い丸いのが、こういう星って綺麗、初めて見た。ああ、見ることないだろうね、多分。これ今から見るのは5200光年さ。5200光年。うん。光の速さで5200年かかる。そうそうそう。今赤いのが見えるでしょ、ちょっと。赤いもやっと、もやってるやつが。赤い星？いや、もや、もやが。あ、もや。あ、これ？うん、それ。これ何？それがね、星雲。こっちはこっち側で見えるのか。これが星雲。こっちで見た方が見やすいよね、うん、これね、うん、ちょっと画面が大きいけどね、この赤いやつね、うん、おー、あー、それはだって萌えの月はどうだ。月はもやがあるじゃないですか、うん、もやもあれ要は星ってことあれはガス。ガス、赤は水素ガスに反応してる。水素分子水素ガスで、そのガスっていうのは要は星、星が、まあ、要は超新星爆発した後の残骸みたいな、うん、それが今からまた星になるけね。あ、また重力でくっついて、そう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 、星になるかガス、またガスになるかわかんないってことですよね、多分。ありがとうございました。食べた？うん。美味しかった？あ、本当？よかった。料理上手やね。まあまあまあ。月はどうなってる？いや、月はまだ見てないです。これはこれ？これ見た。あれはね、あの彼女が今この辺見てる。これだけ？あの星だけ？そうですね。今見てるのは。うん、星でもまだそんなにこんなにいっぱい出てらんもんね。あと見てないから、だから相当あれでしょうね、明かりを増幅してあるんでしょうね。これ何て言ったっけ、何か入れたっけ。うん、多分その辺と思うんですけど、あの方向で電化染めちゃったって言ったら、ね、あの方向に星がおらん、おんなら見えんの。見えません、目で見えん。だって5200光年向こうですからね。父ちゃん、星見てみた。光で5200年その飛んだ先はあれかね、これで見える。見えます、この望遠鏡は特殊なんで。はあ。世界初の。赤いの見える。世界初。ガスな、うん。あれガスなの？ガス。ガス星雲。ガスってことはおならみたいなもんってことだね。まあ、おならだね。宇宙のおならだね。すごいっすね、これ。すごいな。あ、今これすごい。38万円高くなった。38万円だって。すごいな。1万円が38個です。ちょうどいい。私は。見えた？1枚入れたら俺さんにちょうだいって。っていうさ、うちとかってさ、月なの？ほら来た。見える見える。おおおおおおお。おお、すげえ。
すごい。すごこれちょっともうちょい出かけできないね。できんね。トート見たい、トート見たい。見たい。見たい。止まらないですよ。すごすげえ。ああダメか。あダメか。これはやらん方がいいんだ。見えた。見えた見えた。で、すごい。見えた。月とかを見るのは無理じゃねこいつは。でかすぎて入らんよね。あまりにも望遠がすごすぎて。そうそう望遠がすごすぎて。あのもっと遠くの星を見るやつだけ。うん。どじゃクレーターはね俺のデジカメの方が多分見える。でも 見えますよ、うん、見えるっちゃ見える。多分こんな解像度じゃ俺は許せんね。許せんやけどさ、うん、これさ月でしょ。ちゃんと同じの形やけどさすごい。あすごい。これですごいって言われたら俺もなんてもう言えんけどもっとすごいのがあるもっとすごいのがあるみたいな。あーそうよね。見えんもんね。そう初めて。